警察によりますと、昨日午前7時半過ぎ、福島市内の薬局で従業員が出入りするドアのガラスが割られ、事務室で保管していた現金およそ1360万円が盗まれていることに、出勤してきた従業員が気づき、警察に通報しました。事務室には物色された跡があったということです。警察は店の関係者が薬局を離れたおととい午後3時から出勤した昨日の朝までの間に現金が盗まれたとみています。市内では先月28日の夜から昨日の朝にかけて、別の薬局を含む複数の店舗で現金が盗まれる被害が数件発生していて、警察が同一犯の可能性もあるとみて捜査しています。